東京杉並区にとある夫婦が暮らしていました。夫はリフォーム業を営んでおり、二人は仲も良く幸せな日々を過ごしていました。しかし1986年11月、夫は突然脳内出血を起こして倒れてしまいます。病状は思いのほか悪く、夫は闘病生活を送ることになります。翌1987年2月には埼玉の専門病院へ転院することになります。3ヶ月もの長期にわたる入院、妻は憔悴しきっていました。このまま病院にいたところで夫の状態はどんどん悪化していき、いずれ旅立っていくのではないか、妻は決意しました。私は私のやり方で夫を治してみせる。そして病院の治療を一切拒否、医師の危険だからやめてほしいという忠告を無視して夫を無理やり自宅に連れ帰ってしまいます。やっと帰ってこれたね、そう安堵した妻ですが、夫の病状は急激に悪化、そして1週間後には亡くなってしまいます。妻は喪失感に包まれました。なぜこんなことに、ごめんね、せめてきちんと弔ってあげないと。妻は夫の仕事仲間である A に棺桶を作ってもらい、埋葬してくれる寺を探すことにします。 A の運転するワゴン車に棺桶を乗せ、旅が始まりました。二人は車の中や旅館に泊まりながら、道中で立ち寄った寺で夫の遺体を埋葬してほしいと頼み込みます。しかし死亡診断書がないため、寺からは断られ続けます。旅は続きました。京都、奈良、島根、熊本、宮崎、3週間で2000キロを遺体とともに巡り続ける日々。1987年4月、長旅に疲れた A は、これ以上の同行は無理だ、仕事も溜まっているし、と妻に申し出ます。すると妻は悲しそうな目をしてその場を去り、そのまま姿を消してしまいました。遺体と共に取り残された A はすぐに東京に戻り、警察に出頭。これにより事件が発覚します。警察発表では、遺体は栄養失調でミイラ化していたが、損傷もなく綺麗な状態だった。棺桶の中にはシーツが引かれ、遺体の周りには花が散りばめられていたということでした。精神的に追い詰められていた妻ですが、夫への愛情は深いものがあったのかもしれません。その後、警察は妻の行方を必死になって捜索しましたが、今現在に至るまでその消息は一切わかっていません。